今回ライバルのために、まあ、結成されたチームで、まあ、僕坂本浩一と前から小池達夫で佐伯裕司とそれぞれみんな今までハリウッドとか香港とか日本で活躍したんですけども、これがたまたま今回このガイバーって作品によって一つに集まって、じゃあ作品をやろうかって話になってアルファサットっていう形になったんです。今回その僕たちがやっぱりガイバーで一番苦労したのは、やっぱりその目が見えないんですか、そのマスクかぶりますからその視界が狭まるところと、それからあとその要するにその何ですか、暑かったんですから、やっぱ暑かったんで、例えばいろいろスタートの時に、例えば上から落っこってした時とかも、やっぱりその見えにくいとか、例えば崖の上からジャンプするとかなんですけども、その時も見えないんで、大きな穴を開けてもらって、目に、顔にメイクアップを塗って、話していけなかったとか、そういう面が一番難しい面では難しかったですね。やっぱりガイバーの上で一番僕が好きなのは、やっぱりその一番最後のファイトシーンで、やっぱりガイバーとガイバーゾーンの戦うファイトシーン、その最後の2つの立ち回りっていうのが、やっぱりその、まあ、モンスターとガイバーじゃなくて、もうガイバーとガイバーゾーンという形で2人とも回し合わせを使いながら迫力からファイトシーンできたんで、その、まあ、その全体のファイトシーンというのがやっぱ僕自身の一番好きですね。僕たちのファーサートとしましてはやっぱり、アクションフィルムなら別にこだわりないですけども、例えばその、まあ、僕たちの特技としてやっぱりワイヤーとかそういう、まあ、アクロバティックなリアクションとかいろいろあるんで、やっぱりそういうのは活かせるような、例えばその日本で言うなら時代劇の例えばその里見発見とかそう大きな形の作品とか、やっぱアメリカで経験第一もやっぱりやりたいですし、それからその、まあ、ガイバーみたいなそういう何でもありの、まあ、コミックのアクションというのもやっていきたいと思います、ね。